こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時に更新しております。今日のアクセサリーのコーナーです。湿気でね、みんな食べても結構ふわっとしてる。パーマ。あ、でも私もそうだよ。それと湿気は嫌です ね。早くカラッとしてほしい。まあ夏も嫌だ。あ、まあね、汗で今度ベタっとしてくるからね、うん、まあそんな悩み大きい季節に、うん、関係ある商品。全然関係ない。ないんかい。でもね、あるっちゃある、うん、あるっちゃある。外出の機会が増える今の時期に、うん、お家に設置しておくといいかもしれないアイテム、本日はこちら、ネタトモウェルカムという顔認識システム搭載のスマートホームカメラです。ネタトモ、はい、ネタ系の友達と、ネタトモっていうのはですね、会社の名前でネットとなんかを組み合わせた造語なんですよ。なるほど、はい、ネタトモウェルカムという顔認識、はい、顔認識システム搭載スマートホームカメラ。ここにね、カメラ積んでるんですよ。ついてるね。で、要は何かというと、玄関先に設置する、うんうん、防犯カメラみたいな。こっちのイエーイの方じゃなくて、そう、セキュリティ寄りのグッズです。へえ、ガチや。ガチです。すげえ。で、うん、当然顔認識するので、うんうん、その家に住んでる人とかを覚えさせることができるんですよ、うんうんうん、あ、なるほど。で、そうすると、うん、iPhone の専用アプリに、うん、誰々出かけたよとか、誰々帰ってきたよとかを監視してくれて、知らない顔が映ると知らない顔が見えたよっていう風に教えてくれるんですよ。監視社会。そうだから、例えば夏休みなんか、うん、お父さんとお母さん、うん、まあ仕事行っちゃって、うん、子供だけでお留守番みたいな時に、うんうんうん、まあ出かけたら、うん、出かけたら連絡してねってお母さんとか言うじゃないですか、うん、でもね、忘れてはーいっつってパーって出かけちゃって、あ、ちょっと出かけたわみたいな、どこ行ってんのみたいな感じで、うん、ちゃんとその家の状態とか見られて、子供の状態とかを見ることもできる、うん、あとはあれですね、お年寄りが日中一人になってしまう場合に、どうしてもね、こう出かけてしまったことを把握しておきたいじゃないですか。何あるかわからないから、うんうん、だからそういう時にこれを設置しておくと、あ、すげえ、おばあちゃんちょっとどっか行ってなんか病院行ったのかな、でもなんか時間とかもわかんない。わかります。すげえ、3時間も帰ってないんだけど、どうしたのかしら、うん、とか、そういう使い方もできるという、すげえ。一個あるとですね、家族の安全もしっかり守れて、うん、防犯にも役立つという便利なカメラになっているんです。万が一泥棒が入ったら、そう、なんか知らない、ほんと知らない人映ってるんだけど、これじゃないみたいな、通報できるわけ。すいません、なんか今うちになんかちょ空き巣入ってるみたいなんですけどみたいな感じで通報することもまあできる、という便利なアイテムになっています。で、これ昨日から、うん、アップバンク株式会社の私の机のね、私の机の入り口近くなんですけど、ああ近いね、設置してデータを取っていたので、うん、そのアプリ画面をお見せしつつ、うん、操作説明をさらっとしたいと思います。今画面映ってると思うんですけど、ライブって出てる上の部分にモニターがあるんですよ。これがですね、ネタトモウェルカムが見てる画像で、動いてない。Wi-Fi を使って接続しているので、そのネタトモがつながっている Wi-Fi 環境の速度とかにもちょっと影響されるんですけど、どうしても数秒タイムラグがあります。なるほど。この子はHD で撮れるんですよ、動画を、うん、なのでその画質が高い分ちょっとラグ、うん、数秒のラグは発生するんですが、まあ、ほぼライブで見ることができます、うん、ね、で今下の方に知らない顔が見えたとか、うん、動きを検知とか、うん、このカメラアップバンクのモニタリングを開始で、ずっと動きがないと切断されてスリープモードに入るっていうこともできたりします、うん、人がまた入って動きがあったら勝手に動くの、うん、動きを検知っていう風にどん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 ライブのデータが増えてる、うん、今ですね、マミルトン先生が知らない顔が見えたとしてめっちゃ認識されています。こいつは誰だ、こいつは誰だって言われてる。こうやってですね、知らない人いっぱい映ってるんですよ、うん、ね、誰だよみたいな感じで、あ、これみんなが知らないライターの方の顔とか、ね、そう、いっぱい映ってますね。ひえりし宮下さんや。そうですね、とりあえずで、これで知らない人、あ、でもこの人、すごいいっぱいなんか変やばい顔が、そうで、あ、でもこの人うちの会社の人だからとか、うちの家の人だからっていうのはネタともにどんどん覚えさせていきます。長押しで認識でね、私とブリ大根にちょっと登録したんですけど、マミルトはまだ登録がないので新規プロフィールを作成、マミルト
てクリエイトとすると、うん、あら、エスラーが発生してしまった。できた。あ、はい、これでですね、今ハテナ消えたじゃないですか、うん、マミルトンが登録されたんですよ、うん、で、同じようにして、この人はですねすごい顔で止まった。この人はですね、この人は何を出したみたいな感じでクリエイトという風にしていくと、どん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 、あ、この人は誰誰なんだ、この人は誰誰なんだというのをネタ友が覚えていきます。で、ただこれ一回登録しただけではまだ精度が低くて、あ、登録したのにっていう人を何度か聞いてきます。で、そのたんびにこれは誰だよ、これは誰だよって教えてあげると、例えばその人が帽子をかぶっていたり、メガネをかけていたり、髪を結んでいたりとかいう変化があっても、うん、これは誰だっていう風につなげて認識することができるようになります。なんでその初期登録っていうのは結構あの、ね、まだ1回しかマミルトン登録してないから多分ね、まだ分かんないかもしれない。なのでその初期のデータ作りっていうのはちょっと頑張ってほしいんですが、うんうんうん、それさえしてしまえばもうあとはネタ友が誰々が帰ってきたよ、誰が出かけたよっていうのを教えてくれます、まあ、この会社みたいにね、あのいろんな人入り乱れないからね、まあね、家族の棚ぐらいだったら簡単にね、6人とか多くても8人とかそのくらいかな、うん、っていうのをですね、何日間か一生懸命登録をしてあげてください、うん、そうするとこの子がアラートで教えてくれる。で、離れている時、家にいない時はこんな風にライブで誰が出入りがあった、何があったっていうのを教えてくれるし、全員が出かけたらもう誰もいない家っていう風に設定することで、このネタ友さんが警戒レベルを上げてくれます。より空き巣とか盗難とか、そういう対策に役立つ、すげえということになっていますね。で、このネタ友ウェルカムにはこの端末そのものも何台も登録することができるので、お父さんもお母さんも逆にまあ子供もみんな家の状態を見ておくことが、ライブで見ることができる。すごーすごー、なんかこんな手軽にあるんですよ。同じ Wi-Fi じゃなくて見れないとかある？それはねないはず。あ、なるほど。ただ最初の設定の時に、うん、Wi-Fi、 お家の Wi-Fi に接続する必要があるので、うん、その辺の接続の仕方とかは、うん、まあ、アプリの、うん、が手順を教えてくれるのでその通りにやるだけなんですが、うん、まあ、初期設定数分かかるので、うん、そこは注意してほしいですね、うん、取扱説明書もちゃんとね、この子についているので、うん、読みながらで、アプリの設定画面、うん、アプリの指示を見ながらやれば難しくないです。誰でもできますね。すごい。そうなんですよ。すごいでしょ。すごいですね。そうなんですよ。近未来。しかもウェブアプリもあるから PC からも見られますからね。ん？ PC から、ね、あ、このウェブアプリ、うん、なお Chrome とかSafari、そう、Firefox とかの、あのウェブアプリからも見ることができるので、うん、まあ、スマホだとね、充電できないと結構充電は食うので嫌じゃないですか、うん、会社にいるときはちょっと PC、パソコンでちゃちゃっと見たいなっていうときは、うんうんうん、ウェブアプリで別で立ち上げておけば、すげえ、ちゃちゃっと見ることもできる。そんな新時代のセキュリティシステム、ネタとも、すげえ、ウェルカムさんでございます。 Wi-Fi だけじゃなくて、LAN もつなげるんだね、ちゃんと。あ、つなげられる、つなげられる、うんうん、後ろで、うん、で、この子自体もちゃんと電気をとても使うので、うん、AC アダプターと常時接続ではあるんですが、うん、まあ、玄関先ってね、うん、何かしらコンセントあると思うので、うん、つなげられると思います、うん、なるほど、はい、すげえ。そのまだですね、新商品でちょろっと紹介しただけで、うん、本格的に紹介するの今回が初めてなんですけど、うんうん、めちゃめちゃ売れてて、へー、すごい売れていますね、うん、もう何だろう、2桁以上、え、すげえ、20代とかそのくらいはね、もう全然いってる感じ。これ系だとそんな、うん、そうだよね、そんなポンポン売れそうな商品ないよね。そうなんですよ。多分ね、この子、うん、結構手を出しやすくて、うん、この動画撮影時点でお値段が 29,800円。あー、そんなに高くない。そうなんです、そうなんです、結構しっかりしてる商品なのに、玄関先にこう
防犯カメラだぜみたいなのを設置しようと思うと、うん、結構かかると思うんですけど、ねね、もっと全然手軽だし、うん、工事もいらないし、スリムでなんかね、そのインテリアの邪魔にもならない。そう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 、うん、あの花瓶の横にちょこっと置いておくだけでね、うん、セキュリティカメラには見えないような見た目も、うん、しかもカメラってバレにくいとね、あのね、どうしても、ね、防犯対策だったらね、うん、あカメラってバレちゃったらね、よくないですからね、うん、そんな、 なるほど、はい、へー、あまりコストもかけず手間もかけずに取り入れられる、うん、顔認識システム搭載、うん、スマートフォームカメラ、うん、ネタともウェルカム、これですね、本当いろんなことができて、うん、1回の記事では紹介しきれないので何本かに分けて連載のような形式でネタともウェルカムの全てを今後お伝えしていこうと思っておりますので、ぜひですね、気になった方はその記事すべてをチェックしていってみてください、うんうん、はい、記事のリンクは概要欄に貼っておきますので、そちらからチェックしてください、はい、で、記事をチェックしていただいたら、うん、ぜひコメントも残していってください。コメントを残してくださった方に今週は毎日1名様にこちら、はい、LINE クリアファイル入りレタージェームスという、うん、なんかこれ面白いシールとか、ね、封筒とかも入ってるレターセットが当たります、うん、はい、ぜひですね、記事の方のコメント欄にコメントを残していってください、うん、そしてコメントを残したら毎日17時から18時までアップバンクストアで開催しているタイムセールもお見逃しなく、うん、こちらもですね、かなりお得な価格で、うん、毎日日替わりでいろんなものが出ておりますので忘れずにチェックしていってくださいね。では今日はこちら、うん、顔認識システム搭載、うん、スマートフォームカメラネタともウェルカムすごいこれでした、でした、はい、また明日でした。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。